きっとさ、今日さ、これさ、あ倒した、ごめん。違う。ちょっと、私のこの、ちょっとごめんね。オルトタ。何やってるんだよ。違う、きっとさ、ね、みんなね、あれですよ、うん、何それ。お願いだからもうちょっと優しく教えてくれってでもいいんじゃない？いや、ね、なんもねまだね言っていや何も言ってないあなたに対しては今何も言ってない俺今みんなにリスナーの方に話しかけてんのよあそうあなたに話しかけてないはいわかりましたじゃあどうぞはい、はい、どうぞどうぞ、ね、みんなねうん、おもろいとかあとなんか好き勝手に言ってますけど何がおもろい最悪ですからねだって自分のさ母親にさ、うん、配信を教えるっていう、のでさ、それをさ、今何千人って見てるわけですよ。で、しかもよ。いいじゃない。しかも、いいじゃない。神人って呼ばれるんだぜ。神人とさ、もう一つがあるんだからいいじゃん。名前呼ばれるんだよ。だからいいじゃないね、みんな。どう思う？しかも日頃の配信とか普通にコメント欄に、マジでね、言いたいけど、日頃の、俺の配信で、配信見に来ないでって言ってるよね。毎回毎回ね。だけど、配信者ですよね、あなたね。配信者だけど、あなたに対して配信してないですからね、私は。そんな、ほら、ママはダメとかって書いてない。全世界のあなた以外の人間に、俺は配信してるのでって、配信してるのであって、あなたに配信はしてないんですよ。授業参観じゃないんだからさ。ね、授業参観って言うけどさ、そんなこと言うんだったら、あなたは小さい時から、ちょっとごめんね。小さい時から。小さい時でしょ、それは。違う、小さい。授業参観に来てほしいって言ってたのは、小さい頃の話であって、俺は小さい、もう、大きいんですよ、もう、大人です。大人。見に来ないでよ。ちょっと待って、小さい時は、本当に授業参観来るの楽しみにしてたよね。それは認めるでしょ。それは認めるよ、ちっちゃい頃だからね。うん。それで、待って、その後もあるよ、じゃあ。私に言わせてもらうと。何ですか？中学校になりました。あなたは、中学校になりました。クラブに入りました。はい、クラブ入りましたね。入りましたね。いきなり小学校6年間やってたサッカーしてて卓球部になりましたね。そうですね。その、はい、いいですか？サッカーの時も、ママは雨の日も風の日も傘を差して、ね、あなたのボール拾いに行って、ね、いつも、お休みはあなたの時間でした。朝から晩までサッカーでした。それは覚えてますね。サッカーやってた時ね。はい。それで、はい、その時も試合があれば必ずママとお姉ちゃんとか必ず応援に行きました。で、あなたはお姉ちゃんは応援に来られるのが嫌いなタイプ。あなたは家族の応援が来て来て見て見て応援してっていうタイプだったの。それは、小学生の頃はね、まあ、中学生くらいあたりまではそうだった。確かに。そう、それは、そうでしょ？で、中学校行きました。卓球をやりました。はい、ね、はい、卓球やった時も、今日来るの？今日来るの？って。もう試合に行くたびに、今日来るの？ね、ひどい時なんかは、もう着いたの？って。あんたね、途中でね、電話をしてくるくらい。ママの。中学生くらいの時まででしょ？それは。今俺、いくつだと思ってんの？だけど、そういうタイプだったの。いや、まあ、だから中学生まではね。うん。それで、配信は悪いけど、誰が見ても自由ですから。ね、みんなそう思わない？でも、いや、自由ですよ。自由ですけど、やりにくいんですよ。そう。だから、分かってください。分かってます。だから、私は、あなたのところにコメントするときは、あなたの電話が出ない。LINE が既読がつかない。ね。そして、あなたに連絡をつけたいけど、どうしても、ねえ、これさ、APEX のプレイ中のフレンド一人っていうのはあんたのこと？今画面見て、はい、あ、そう。それで、どうしてもあなたに連絡がつかない時だけ、ママは、最終手段として、あなたのライブ配信に行ってコメントをする。それが一番早いのよ。そうすると。何もない時にでも来てるやんだって。じゃあ、リスナーさん。じゃあ、まあ、わかった。じゃあ、そこは、わかった。うん、じゃあ、俺がそこはもう、気をつけて LINE を見て、そうだよ。しっかり返すようにします。それはもう、ね。それは、この間も。はい、わかりました。うん。そこはわかりました。でも、これさ、なんか、親子喧嘩見たくなってない？ちょっと。じゃあ、他の、他のさ、例えばじゃあ、
キナーノとかヘンディとかの配信に行ってコメントするのはやめよう、うん、だってママはリスナーだもん。全然親子でもないのにさ、ママがヘンディのやつ見るのは自由じゃない。でもヘンディの見ていい、見てていいけど、いやコメントはやめようよ。だってスパナつけてくれてるのにコメントしたら目立っちゃうだけで。ヘンディは、じゃあ分かった、ヘンディの配信にコメントするのはいい、でもヒナのはやめよう。だってヒナのちゃんも私にスパナつけてくれてるよ。だからヒナのはちょっとやめよう。ちょっと難しい、いやちょっとね、あのいろいろ難しい問題があるんだよね、ここに関しては。じゃあ難しい問題がひなのやめようね。やめるけど、だけどとりあえず私スパナをつけてくれてるから別にいいのかなって。だってママはリスナー側だったから。難しい、だからそこがね難しいのよ。ネットって、ネットって結構難しくて、スパナがつけてくれてて、あのそれであのなんかコメントをす、まあ、あのその配信者はいいと思ってるんだけどみたいな、その周りがね結構気にしなきゃいけないような、なんか難しいあれがあるんですよ。だけどママはヘンディのやつ見るのは全然自由だと思うんだけど、まあ、ヘンディはいいよ。じゃあひなのちゃんだけダメってことね。じゃあ他の VTuber さんのところはスパナつけてなかったら目立たないから言ってもわかんないでしょ。わか、いや だけどそのとりあえずあのエーペックスしよう。もうこの話はやめよう。そうだね。だけど、じゃあエーペックスの、じゃあ本題のエーペックスの方ね、やっていきたいと思います。